こんにちは、下村健一です。 TBS というテレビ局を中心に25年ぐらい報道の仕事をしてきました。で、それですごく感じたことがあるんです。何か大きなニュースが流れると、みんながそうだそうだ、もうあいつが犯人に決まってるとか、これが悪いんだとか決めつけちゃうことがよくあります。あなたもその中に加わっちゃうことがあるかもしれない。でもそうなると、その後で、あ、やっぱり違うかもと言って軌道修正するのがとっても大変なんです。だから大合唱が起きる前に、最初の情報を聞いた瞬間にすぐ決めつけない、まずはいや、ちょっと冷静に受け止めようとするトレーニングがいるんです。それを難しい言葉で言うとメディアリテラシーって言います。それが必要だなと思って今こうやって皆さんにお話をしています。